まずは突然の雨に驚いた方も多いと思いますが日本海にある前線の影響で県内も大気の状態が不安定となっています広島地方気象台は今夜から明後日にかけ大雨に注意するよう呼びかけています気象台によると現在日本海にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み中国地方では大気の状態が不安定となっていますこの後前線が山陰沿岸まで南下し 明後日18日まで活動が活発になる見込みです。そのため、広島県内では明後日にかけ1時間に最大30ミリの雨が予想されており、今夜から明日の朝にかけてと、明日の夜遅くから明後日の午前中にかけ、警戒レベル4。相当の土砂災害警戒情報が発表される可能性もあります。明後日18日まで大雨が続くと予想され、気象台は土砂災害や。 河川の増水などへの警戒と早めの避難を呼びかけています。